はい皆さんこんにちは定積分の置換積分について第3回目の授業を話していきますねまた今回もねパターン認識が必要なんです問題から入っていきますね問題インテグラル1からルート3ね積分区間の加端が1ね状態が上端がルート3そしてここに書かれている式はルート4ス x 乗分の dx ね 積分する関数がルート4マイナス x 二乗分の1になっているわけです。はい、この問題前回の問題より難しそうに見えます。前回の授業で学習した問題よりね。でもね、前回学習した問題と今回学習した問題は関連性があるんです。そうなんです。このルートが取れればいいんです。ルートが取れればいいわけ。ルートが取れればいい。ルートの外し方を 前回の問題のまとめのところで話したんです。そうなんですね。いいですか。ちょっとここに入れておきます。4マイナス x 二乗にルートがついているわけね。a 二乗マイナス x 二乗の形をしているんです。分母のルート4引く x 二乗はルート a 二乗引く x 二乗の形ね。 ここの A の値が2になってるだけなんです。ここの A の値が2になってる。はい、このような式を見たらどうやればルートが外れるか、このような式をに対してね、どのような置き換えをしたらルートが外れたか、それがここなんですね。 この x を x=a s ー n θ ーーと置けばこの中がコサインじこのルートの中にコサイン2乗が発生してルートがポーンと取れるとこれが前回の授業のまとめだったんです。その置き換えのテクニックがねこの置き換えのテクニックがここでも使えるんです。ですから今回の置き換えは x イコール サインシーターと奥から始まるわけですいいですすいいね x ーこの分母のルートを取りたいそして前回の問題のまとめのところで話した置き換えのテクニックを使ったわけですさあその次にやるのはここですね DxDx DX の処理をしたいわけ。Dx の処理をしたいどうすればいいんだっけ X イコール 2sinθ ーーーーを θ ーーで微分すればいいわけです。X、イコールサインシーターというこの式を θ ーーで微分する sin の微分は cos ですから2倍の cosθ ーー。X、を θ ーーで微分すると dxdθ=2cosθ これよりこれより。これより ついに Dx の式が作れました。2コサインシータディシーータタですはい。Dx も Dx の式も作成できたよね。その次にやるのは、はい。この置換積分で一番重要なことなんだよね。置換積分で一番重要なこと。それは、ここに書いてあるインテグラルの加端と上端の値、インテグラル1からルート3ね。これは、 積分する変数が x になっているわけ。この x が1からルート3に向かっているわけ。x というのは2サインシータなんです。これが1ええー、1からルート3に向かっているわけ。 x が一からルート三ね、x は今二サインシータになっているんです。そうするとさ、ちょっとここでね、黄色のチョークで、赤のチョークの方がいいかな。赤のチョークで入れるけどさ、x イコール二サインシータね、この式が一からルート三まで向かっている、一からルート三に向かって動いている、変化しているわけ。この時さ、サインシータはいくつからいくつに向かうの？この横に入れてみようか。この横にちょっとね、入れてみると。 あスペースがあるからスペースがあるからここに入れましょう赤のチョークでいるね、X、は1からルート3に向かって変化している、X、イコール2ねこの sinθ はいくつからいくつに向かうここに2がついてるんです。のの前に係数の2がね ちょっと字がね汚くなっちゃったんだけども sinθ ーー自体は sinθ ーー自体はここの sinθ ーーのケースが2だから2で割り込んであげれば sinθ ーーの動き方がのから2分の3なんですでも我々が欲しいのはね我々が欲しいのは何だったっけ今変数が θ ーーに移り変わってきたんです。変数を新しく θ ーーを採用してきたわけ。θ ーーの範囲が欲しいわけ。 だったら最後この下にねこう見ればはっきり見えるでしょうサインが分のになるできるだけ簡単な角でいいの。複雑な角言っても意味がないわけ。サインが分のになる角シー,ターは6分の π 3 0度のことね。そして sin が2分のルート 3sin が2分のルート3になる角シー,ターは6 0度3分の π。 そうここのところが大事なんだよね地間積分をやったら地間積分をやるときには新しく出てきた変数シーターの範囲をしっかりチェックすることだったわけですそして今回はどこが大事かはいここに貼っておきましょうねルート √a 次乗 -x 次乗が現れたから x イコール a サインシーターと置くことがポイントね はい、そして DX のシーターは今回は2倍のコサインシーター、D シーターへの書き換えができたわけです。では、以上のことをつなげて、この問題で与えられた式を書き換えて計算に入っていきましょう。ちょっとね、えー、黒板が詰まってきたので、板書の位置を切り替えていきます。はい、ではね、板書の位置が切り替わったので、問題で与えられた最初の式を書いて、シーターの式へと書き換えていきますね。 まず最初はインテグラル1からルート3そして分母がルート4ス x 事情で分子が dx だったわけです。はい、イコールねイコール書いたよインテグラルここの積分記号のインテグラル1からルート3は積分変数が x だった時の x の範囲だったわけね、えー、今我々はシータサインサインシータという形を用いて置き換えてきたわけそうするとここがシーターの範囲になってないとまずいわけそれが前の番書の最後のチェックだったわけです六分の π から三分の π ね x が1の時 x が1の時その時に対応するシーターは六分の π ルート3の時その時に対応する θ は3分の π だったわけ。そして x が 2sinθ ね x は2倍の sinθ ね事乗すると 4sin 事情 θ になります。はい。 X のところに2倍のサインシータを代入すると4サイン二乗シータ4でくくればルートの中身が4括弧1マイナスサイン二乗シータね。そして dx のところが何だったか dx のところが2コサインシータ d シータだったわけです。ちゃんとねこの dx のところね赤のカギ括弧つけておくね。 dx は2倍の cosθdθ と前の板書で計算が出来上がってたわけです。そして x のところに 2sinθ を代入して4ス4 s i n 二乗 θ だったので4でくくり出したわけね。はいこれでちゃんとルートが外れますよね。1-sin 二乗が c o s ン二乗に変わります。 イコール。六分のパイから。三分のパイまでね。そして、分子が二。コサインシータ、リシータ。分母が。四倍の。コサイン二乗シータ。はい。ここのルートの中身を整理しただけね。 1-sin 1乗,乗に書き換えた。はい、間違いいなくくルート,、ね、ト,ト 4cosθ ですからルートが外れて 2cosθ になるわけです。 ちょっと影になってて見えなかったかもしれないから、ちょっとどきますね。はい、ルート4マイナスコサイン二乗シータを2倍のコサインシータに書き換えただけです。それ以外はインテグラル6分の π から3分の π 全く変わってませんね。はい、分子は2コサインシータ d シータ。あれ、面白いことが起きたよね。面白いことが、面白いことが起きたよね。分母2コサインシータ、分子にも2コサインシータがいるから、いいかい。 ここ赤の点点点ね、こういう形で。約分で消えていくわけです。分母分子が2コサインシータ乗っかってるよね。約分で消えちゃうわけ。だから赤で点々点々点々点点点点点点。約分で消えますよってこと。残ったのは 1d ィシータなんです。 約分で消えて、約分約分されて一になるわけね。一 d シータです。一をシータで積分すると定数の一をシータで積分するとた,ただのシータです。一の積分はそのまんまシータに変わるだけだよね。はい、下端が六分の π ね。上端が三分の π ね。はい、一を積分してシータ。上端の三分の π をシータに代入する。 上端の三分のパイが代入する。引くことの、下端の六分のパイが代入される。これで、三分のパイ引く六分のパイ。計算結果は、六分のパイなんです。どうですか、皆さん。この積分、実は難しく見えたんだけども、分母分子でね。シーターのついたものが、パッパッと消えて、積分するのは、定数の一だったんです。 定数の1ね。これが後半の計算のポイントになりますでは全体を振り返っていきましょうはいこの問題の最大のポイントは分母のところに分と a 事乗を引く x 事乗という形の式がいたわけこの形の式を見かけたらどういうふうに置換するか x イコール a サインシータ分母が分か ルートの中身にコサイン事情が発生してルートがポーンと跳ねるわけです。なくなるわけね。では、x イコール2 s i n タ θ と置,置いて計算が始まった。まず dx を処理する。dx dθ ーー、x を θ ーーで微分して2倍のコサインシータ θ これより dx は θ ーーについての関係式に書き換えられた。まず最初、この2行がポイントね。そして、置換積分で重要なのが変域のチェック。 変数 x は1からルート3を目指して変化して動いていく。x というのは 2sinθ ね 2sinθ が1からルート3を目指すんだから赤のチョークで書き込んだように sinθ が二分の1から2分のルート3に向かって動くわけです。それに対応するここに書き込まれた θ は一体全体どんな範囲で動いてくれればいいか。sin が2分の1になる角は6分の倍 サインが分分ののになる角は3分の5ねここをしっかりとチェックすることが大事になるわけですそして問題で与えられた式が番書の位置が変わって書き換えられていきましたこれが最初に与えられた式ですまず最初インテグラル1からルート3の箇所が θ ーーについて書き直すときには大事と書いたところね インテグラル分分ののから3分のに変わりますそしてこの dx は前の番書のところで2倍の cosθ dθ と出ていました。そして、X、にまサイに 2sθ を代入して計算していったら当然ルートの中には c o s 事乗が現れてルートが取れます。ルートが取れた瞬間に分母分子でパンパンと約分が決まって最後は。 一を積分するという問題に帰着したわけです。ここから先の計算はいいですよね。はい、この問題非常に特徴があります。これがね、教科書の章末問題に載ってたりするんです。しっかりと復習しておいてください。はい、今回の問題をまとめておきます。え、今回の問題のまとめというよりも。 前回の 7, 7の28そして今回の7の29ねそれのまとめと考えてもらってもいいですはいこの式なんですルート a 次乗 X 次乗、ね、当然この a は正の数としますね問題によっては a が1になったり問題によっては a が2になったりするわけですこのように a−x 次,次乗という形の式を見かけたらはいポイント、X、イコール a サインシータと置く x イコール a サインシータね。そう x イコール a サインシータと置くと今回の積分の問題もすごくシーターについて書き換えてあげたらねすごくすごくすごく綺麗な関係式になったよねやりやすかったよねだからこれが大事なんです前回の問題のまとめの時にもこの置き換え方を強調したわけね今回も同じことですそして重要なのは必ず定積分の問題だと インテグラルと書いてあって下端と上端に何らかの値が入っています。インテグラルの下端と上端に具体的な何かの値が入ってるわけね。問題問題によって違うから、はいここに書いてみたわけ。x ちょんちょん p 矢印記ね。これはどういう意味で書いたか。今日の授業を見ていればわかるよね。そう積分区間の下端と上端を書いているわけです。積分区間の下端から上端に向かって x が変化するわけね。 この式を作るわけ。そして今、x は a sinθ になってるから、x イコール a sinθ になっている、その式が p から q まで変化するっていうことは、ここの sinθ はどんな値を取るのかをチェックするわけ。sinθ の係数の a ね。sinθ の係数の a で、p と q を割ってやれば、sinθ の動く値の範囲が出てきます。ここが大事なの。ここが大事ね。 そして赤のチョークで書き込んだ値をよく見てこの a 分の p とか a 分の q の具体的な値をよく見てここに書いてあるここに書いてあるシーターの動く範囲をチェックするんだよ。これが大事なんだからね置換積分を完成させる時の最後の詰めの計算大事なところです。はい7の28も7の29も同じ手法だったってこと。 これをしっかりと頭にインプットしといてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした